こんばんは、ドクターです。前回の動画はですね、純物質と混合物をやってったわけなんですけど、混合物から純物質を取り出す方法っていうのは結構いろいろあるんですよ。どんだけあるか、どんなのがあるかっていうのをやっていきます。前回やってた内容が、混合物からこの純物質 A と B を分離して、この A だけを取り出しましょう、前回の動画でやったわけですね。混合物から純物質を取り出す、ここの矢印のところ、分離っていう風に前回やったんですね。分離をする作業で、前回は蒸留をやってたわけです。で、今回出てくるのが、その蒸留以外に分離、自治さ、消化法。消化法を使うのって要素だけです。はい。で、3つ目が抽出。抽出は紅茶とかの、あのティーバッグ、ティーバッグどっち、ねえねえどっち、ティーバッグ、ティーバッグ、ティーパック、ティーパック、ティーバッグはあっちになっちゃう紅茶の茶葉のティーパックからこう抽出するっていうね、もうそのままの意味ね。紅茶のこの美味しいところだけを取り出すみたいな。あれって茶葉だけを残して、この汁というか出汁というか、それを取るみたいな。これ抽出ですね、完全に。再結晶、これはね、もうめっちゃ使う。再結晶、なんか単結晶とかのどういう結晶構造してるかっていうのを見るときとか、僕らはめっちゃ使います、再結晶。これ超使う。クロマトグラフィー、まあ、正確に言うとですね、ここの頭にペーパーとか、ペーパークロマトグラフィーとか、カラムクロマトグラフィー、アルミナクロマトグラフィーとか、いろんなクロマトグラフィーがあるんですよ。ペーパークロマトグラフィーっていうのは、この紙をね、こうにじませることによって色素とかその成分っていうのを分離させることができるよみたいな。で、その紙の代わりにシリカゲル使ったり、アルミナ使ったりとかするパターンがあるのね。で、最終的にこのペーパークロマトグラフィーっていうのは、分離して何が含まれてるかっていうのを視認するっていう感じで、カラムとかアルミナっていうのは、それをさらに回収して再結晶させたりとか、そこからさらにこう分離して目的の化合物を取り出すとか。なのでですね、今日はですね、実験でこの5つ、ここに関してはアルミナ高いからこれだけにしよう、1,2,3,4,5,6,7個一気にやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。ね、7個やるって言ったんだけど、1個ずつやりましょう。7個やるとね、多分ね、3時間ぐらいの動画になる気がするいつに上がるんだよその動画ってなりそうだから、1個ずついきましょう。まずやるの分量です。使う機械がこちら、ロータリーエバポレーターって言います。これね、めちゃくちゃ便利なのよ。あの有機溶媒とか飛ばすときにもう超はかどる。こいつを使って分離していくんですけど、分離するものがこれです。はい、透明な液体が中に入っているんですけど、この液体実は2種類入ってて、1つはアセトン、ネイルとかの除光液に使われてるアセトン、もう1つはディムソーって言って、ちょっと重ための有機溶媒が2つ混ざってる状態です。アセトンとディムソー、ジメチルスルオキシド、この2つに分けていこうと思います。これがまず温める機械です。資料を温めます。ここでエバポのですね、ここに、まあ、こんな感じで資料がつきます。で、こうやってね、お湯につけるんだけれども、そのお湯の温度もここで設定できるよ。お湯で温めながら、実はここから真空にね、減圧していくっていう、中の圧力下げていくっていう。で、そうすることによって沸点をコントロールすることができるんだけど、じゃあお湯の温度何度にするっていう時に、ここ真空コントローラーに実は溶媒データベースっていうのがあるんですよ。で、ここでまずアセトン飛ばそうっていう時に、どうやらバスの温度を60度にすると沸点は40度になるらしい。なので
60度に設定します。これをアクセプトと。今日ねさっきめちゃくちゃ雨降ってたんだよ。雨降ってたからここのねあの真空計がいつもよりねやっぱねあの気圧低いなみたいな、999ヘクトパスカルって出てて、あ気圧低いなみたいな。天気実はここでわかる。この状態でここが温まるのがまず一つで、真空を下げるのも一つで、ここを温めて減圧していくと確かに40度でアセトン飛ぶんですよ。だけど分流っていうのはその飛ばしたもの自体も回収しないといけないから、ここで冷やします。ここで冷やしたやつがこっち伝わってここに落ちてくるっていう状態ね。これで今お湯が沸いてここが冷えるのを待ちましょう。早速分流始めていこうと思います。まずやるのが減圧。で減圧できたなっていうタイミングで回します。でこれ回すことによってこのフラスコのね内側で膜ができるじゃん。この液面があって回転してるから、この内側の壁面に対してこの溶媒がこびりつくっていうか膜を張るんですよね。そこが薄いから結局飛びやすいっていう原理で回してるっていう、このロータリーエバポレーターのロータリーとか回すっていう意味ね。溶媒自体が温まってくると、まあ、飛ぶのが分かるかなっていうと、もうほんとねここがポタポタするのよ。でロータリーエバポレーター使うときに気をつけないといけないことっていうのがあって、それがここのフラスコ内の突発、一応ここにねトラップ級って言って突発したとしてもここでキャッチするからこっちに行かないよっていうやつがついてるんだけれども、一応ね突発は気をつけたいかな。でねこれねエバポあるあるっていうかトラップ級つけてる人あるあるみたいなところあるんだけど、ここで飛んだやつがあのねトラップ級でね冷却されちゃって、ここにこうやってね見えるかな、溜まることがあるんよ。だいぶここが温まってきたからこっちにいよいよ飛んでる状態です。ちょっと見にくいんだけどね、ここテキテキしてるんだよね。これでまた溶媒がしっかり飛ぶの待ちです。もうだいぶいいよ。これ止めます。で今バーッと空気が入って中が蒸圧状態になったっていうね。でこれで外せば OK。 はい、ディム層、はい、こんな感じでアセトンとディム層2つの資料に分けることができました。これが分離ですね。次の動画は何にしよう、抽出、抽出いきましょう。はい、では今回の動画では分流についてやったんですね。減圧温度によって沸点をコントロールして目的の化合物だけを取り出すっていうね。じゃあ次回の実験は抽出とかをやっていきましょう。